日常演劇の歌にようこそ。さて本日の曲はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらの鶏の炭火焼きを食べたいと思います。このレトルトパウチのパックの中に炭火で焼かれた鶏の肉が入っているわけですね。どんな感じなんだろう。美味しそうですね。湯煎でもレンジでも加熱できるということなのですが、このまま自分はレンジでやっていきたいと思います。ではちょっと準備しますね。チャンネル登録よろしくお願いします。温まりました。中はこんな風になっていたんですね。それではこの美味しそうな冷めないうちにいただきます。ええ、レトルトと、いやレトルトパウチとは思えないくらい香ばしくて美味しいです。食感もしっかり感じられて旨味もありますね。鶏肉のどの部位なのかは分かりませんけど、むにゅっとした食感の後に、なんか言い方悪いですけどね、本当に炭火焼きの香ばしさと肉の旨味が口の中にふわっと広がってきて美味しかったです。おかずやおつまみに本当にいいですね。お手軽ですし、ただちょっと油が多いかなっていう気もしましたので、そこら辺だけちょっと注意ですね。人によっては敬遠する方もおられるかもしれませんが、自分はおすすめです。お肉と炭火焼きの美味しさを手軽に食べられるということで本当に良かったので、こちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。